いただきます。いただきます。ごちそうさま。 Thank you。 調子出てきたな。今はどういう。めたんじゃねえか。Kick you down a notch. 後悔するなよ。よし、やるぜ。受けてみな。調子がいいぜ。いただきます。いただきます。ごちそうさま。Thank you。Kick you down and out. さっさと始めようぜ。俺の番だ。行くぜ。You think I'm stupid? あ、こうねえのか。ついてこれるか。シンプルにいるよ。手数がいるな。Screw you! いくぜ。Knock it off!
Knock it off with the staring. Huh? Knock it off with the staring. 気合い入れるか。おっしゃ、行くぜ。俺の番だ。調子がいいぜ。いや、行くぜ。心で勘弁してやるよ。まだ強くなれるとはな。Hey, asshole. Really pissing me off. やんのかこの野郎。ほら来いよ。Do your work. Together now. 調子がいいぜ。行くぜ。Guess I'll skip the gym today. カカってきやがれ。 Information now. ほら来いよ。行くぜ。やんのかい。ボンベ。No. よし、やるぜ。調子がいいぜ。よし、上昇上昇。これが俺の真骨頂よ。調子だぜ。
Come on, let's get started. やるのかこの野郎。調子がいいぜ。俺の番か。俺の番だ。行くぜ。行くぜ行くぜ。悪くない気分だぜ。さっさと始めようぜ。行くぜ。ほら来いよ。高年のついてこれるか。また強くなっちまった。Aloha!
いただきます。いただきます。めちゃくちゃココナッツ料理頼んだな。なんてったってハワイだからな。ハワイといえばココナッツよ。基本を押さえておかねえとな。ココナッツが基本か。あんまそういうの考えたことなかったけど、一番たちからしたらそういう感覚なんだな。まあな。でもトミーだって日本に来たらきっと基本を押さえた注文をしたくなるはずさ。例えば。え？そうだな、寿司とか天ぷらとか藤山とか。寿司はわかるけど藤山注文してどうすんだよ。確かに意外と自分がいたところの基本って難しいかも。絶対いろいろあるはずなんだけどな。観光客用に作ってて現地の人はあんまり食べないものとか地域によってはあったりするみたいだしな。そういうのもあんのか。もしかしてトミーも実はココナッツ食べなかったりすんのか。いや、めっちゃ食うし、なんなら石鹸もココナッツオイルのやつを愛用してる。よかったお前、今日一番いい笑顔してんな。これからもココナッツにまみれて生活してくれよ、トミー。おう。ごちそうさま。Thank you. Aloha. Thank you. Brace yourself. 後悔するなよ。ガンガン行くぜ。受けてみな。向かうとこ強気だろ。だな。ダンスってやつだっけか。こんなところで見られるとは思わなかったな。お？あれ、どこかで見た顔な気が。はっ！ふぅ、すげえ！最高だな。よかったわよ。セキュー！セキュー！大海原ライセンススクールを今後ともよろしくね。大海原ライセンススクール。これって俺が昔横浜で利用していた大海原資格学校の系列校ってことは、あの見覚えのある男は、あれあれあれ、春日くんじゃない。い、怒り。いやまさかこんなところで春日くんと再会できるとは思わなかったよ。ああ久しぶり。ああ久しぶりだな。なんで春日くんはこんなところに？
君みたいなやつはどん底の町偉人町でぬくぬくと井の中の蛙として永遠に生きていくと思っていたのに。相変わらず失礼なやつだな。まあいろいろと用事があってよ、一時的に来てるんだ。おめえこそこんなとこで何やってんだ。仕事だよ仕事。仕事？おめえ就職できたのか。まあね、ようやく社会が僕の素晴らしさに気づいた、時代が僕に追いついたってやつさ。でどこに就職したんだ。それはここさ。ここって大海原ライセンススクール。ああ、あの後もなかなか僕の価値を理解できる先見の明がある企業が現れなくてね。こんな優秀な人材を放っておくなんてもったいない。ということで大海原資格学校が僕を雇ってくれたってわけさ。まあ僕は今や資格を200以上持っているからね。僕以上にこの学校の職員に適した人材もそうそういないでしょう。確かにそう言われればそうかもしれねえな。でここの校舎に勤務することになったと。ああ、もともとは偉人町の校舎で働いていたんだけど、ちょっと、いろいろあってね。いろいろ？ああ、男と女のね。男と女？ああ、そういやおめえ受付の女の子に恋してたもんな。もしかして振られて気まずくなってハワイまで逃げてきたとか。ギックギクギクギク。なんでわかるんだい。君は占い検定でも持っているのかい。いや、まあおめえのことだし予想つくし。ああ、実はそうなんだ。自分としては精一杯の思いを伝えたつもりだし絶対成功すると思っていたんだけど、こっぴどく振られてね。なかなか顔も合わせづらくなってしまってさ、このままずるずる引きずるのもいけないと思って一念発起して海外赴任を申し出たんだ。はあ、恋愛は理屈じゃないし暗記でもない、どんな資格よりも難しいものだね。どこかに好きな人と絶対に両思いになれる恋愛検定があるのなら僕は喜んで受けるだろう。はいはい。でここで働いてるのは分かったけど、なんでさっき踊ってたんだおめえ。ああ、あれも仕事だよ。宣伝イベントってやつさ。僕はこう見えてもファイヤーダンサーとしてのライセンスも取得しているからね。ライセンスを仕事にも生かす。どうだい、資格学校職員の鏡だろ。ああ、そこに関しては本当にすげえよ。ちょうど今入学金免除キャンペーン中でね、生徒集めに力を入れまくっているんだよ。そうだ春日くん、君また入学しない？え、また？ああ、どうせ君のことだ。頭スカスカだから以前取得した資格のことも詰め込んだ知識も全部失っていることでしょう。本当に失礼なやつだな。まあ当たってるけど。おっほほ、なら話は早い。また一から始めるのがいいさ。こっちの学校は偉人町とは違ってハワイにちなんだライセンスもたくさんある。ハワイ生活にも役に立つし楽しいと思うよ。どう？興味あるだろう？ねえ、まあ。よーし、じゃあ全は張りアップだ。入った入った。ここが大海原ライセンススクールか。なかなか立派な建物だな。ふふん、そうだろう。優秀な僕には最適の職場さ。
ようこそ大海原ライセンススクールへ。入学のご希望ですか？ん？こんにちは。ローラちゃん、おめえまさか今度はこの子に恋を？恋はノンストップ、もう僕を止められる人はいないよ。また一方的にアピールばっかしてると振られちまうぞ。同じ失敗を繰り返さない、それが僕イカリという男さ。君も知っているだろう。就活で100回くらい落ちてた男がよく言うぜ。受付の前田ローラと申します。どうぞこちらへ。ああねえじゃねえよ。はいだろうが、さっさと行け、行きなさい。ローラちゃん待たせるんじゃないよ。うるせえな。ただいまキャンペーン中でして、入学金は無料となっています。新規ご入学のお手続きを進めてよろしいでしょうか？うん、春日一番だ。手続き頼むよ。ローラちゃん、僕が、この僕が勧誘したんですよ、君のために。フォーユー、フォーエバー。ありがとうございます、イカリさん。どうもいたしまして。うるせえからどっか行けよ。イカリから説明があったかもしれませんが、本校はライセンススクールとなっています。ライセンスを取得すること自体も大切ですが、取得を目指す中で自分を磨き人間性を高めるというのが本校の最も重視している点です。春日さんをさらに成長させる場を提供できるようサポートしてまいりますので、よろしくお願いしますね。ああこちらこそよろしくね、ローラちゃん。おめえがローラちゃんと呼ぶな、慣れ慣れしい。むきところで、今はお試しキャンペーン中でして、入学金だけでなくライセンス試験も一度無料で受けることができるようになっています。この機会にいかがでしょう。実際に一度やってみるのがシステムの理解にも最適かと思いますし。へえ、試験の挑戦も無料でできるのか。ならダメ元で一度やってみてもいいかな。やってみてもいいかなじゃない、ローラちゃんが進めてんだから問答無用だ。さっさと受けろ受けろ、死ぬ気だな。おめえ本当にどっか行ってくれよ。それでは準備ができたら私にお声掛けください。よろしくお願いいたします。お試しで試験を一度受けてみましょう。ご準備はよろしいですか？ああ、OK だ。どの試験を受けますか？こちらの試験でよろしいですか？それではやってみましょう。絶対受かれよ。
a shame. やっぱり一発目じゃなかなか難しいな。やはりそうだと思ったよ。僕だったら一発合格間違いなしだったけどね。この資格は諦めたら何度やっても無駄さ。ぶっつけ本番ですから仕方ないですよ。今回挑戦された検定は今後も無料で受けられるようにしますので、またトライしてください。資格はとにかく何度もトライすることが大事です。間違えた問題を解けるようになれば、どんな資格も絶対合格できますから。そうだな、ありがとうよ。ローラちゃん、熱いこと言う。そういうところが素敵よ。というわけだ、何度でも挑戦したまえ。諦めるなんて言語道断だ。君ならきっとできるよ、春日君。はいはい。しかし次はどの試験を受けるかとか、いろいろ迷うな。そうですね、迷うこともあるかと思います。ぜひ私に相談していただければ。いや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 、ローラちゃんのお手を煩わせるわけには参りません。ここは私イカリが対応いたしましょう。春日くん、困ったことがあったら何でも聞いてくださいね。そいつはどうも。それでは今後ともよろしくお願いしますね、春日さん。うん、頑張ってみるよ。いい調子だ。いや、いや、マジか。
ようこそ。どの試験を受けますか？こちらの試験でよろしい。体が軽いな。ようこそ。ようこそ。どの試験を受けますか？こちらの試験でよろしいですか？こちらの試験でよろしThank you.
ようこそ。どの試験を受けますか？こちらの。ようこそ。どの試験を受けますか？また来てくださいね。かかってきやがる。ガンガン行くぜ。行くぜ行くぜ。やんのかい。調子出てきたぞ。手加減はなしだ。よし、勝利だ。勝利だ。勝利。やんのかこの野郎。俺の番だ。受けてみな。俺の番か。いいよ、いい調子だぜ。かかってきやがる。よし、やるぜ。行くぜ。
くぜ行くぜ。What do you want?気分が乗ってきたぜ。Thanks very much. Seriously messing with me? Can't cut the kid! What in the bank? How long are you gonna keep me? It's the way there. Wish! You're the way! You chicken in the way! Go, sir! Shall we?どっちがどっちだ Over here! 俺の番だ、行くぜ。どうしたってな。見えねえ。なんとかやっか。相手してやる。ハッ！
Knock it off with the staring. Damn. よっしゃ、行くぜ。You gonna cry? マビやんのかこの野郎。コツつかめたんじゃねえか？後悔するなよ。よし、やるぜ。受けてみな。俺の手数がいるな。調子がいいぜ。やる。行くぜ。俺の番だ。
くぜ行くぜ。強すぎだろ。勝利。疲れてきたな。この辺は落書きが多いな。何度消してもすぐに書かれるから、所有者もお手上げらしい。ま、日本でも路地裏とかは似たようなものは多いな。一番も落書きとかしてたのか？しねえよ。せいぜいガキの頃、教科書に書いててくれ。ああ、俺も教科書の端に書いてアニメーションさせて遊んだな。パラパラ漫画を書いてたのか。思ったよりレベル高かったな。仲良し。また距離が縮まったな。おーい。ん？誰か。ん？あそこに何かあるな。開けてみるか。開いたぜ。気合い入れるか。What you fuck? Found ya! Found ya! Surely you'd like some power. よし、やるぜ。行くぜ行くぜ。Only for display。俺の番だ。俺の番か。Try this on for size. Let's get it. Go go. Finish the area. Done. I'll put you in your place. さっさと始めようぜ。俺の番だ。ガツンと行くぜ。腰抜き野郎が。俺の番か。調子がいいぜ。やるのかい。おりゃ。おりゃ。まだ強くなれるとはな。これが俺の真骨頂よ。調子出てきたな。
アロハ。Thank you. Hey, quit staring. Just keep dancing. かかってきやがれ。よし、やるぜ。受けてみな。To your position. I feel tingly.調子がいいぜ。相手してやる。俺の番か。ついてこれるか。開けてみるか。やったぜ。
いいコンディションだ。